画面の前の皆様、こんにちは。お久しぶりでござりまする殿です。拙者城下町に自ら降り立てお忍びで視察する、これが天下を治めるために民衆の心をつかむためにはやはり民衆のもとに降りて一緒になって汗だくになって汗だくになってかけっこする、これがやはり天下人の道、最初の第一歩だと拙者はね思っとるんでござるよ。そんなわけで民衆を治療できるように大切な救急のね、袋をね持ってきてるでござるが危ないでござるね。こちらで、民をね治療し、すぐ治療できるからこれでの。さて今回お忍びでこの城下町に降り立つわけだけども、ここにいる今回の殺人鬼、やはり江戸も犯罪率が増加しておるでござるからね、ほんと去年に比べて 150% アップじゃない、増加でござるよね。アップアップすることもあるんですよね。今のは外来語じゃないでござるよ。アップアップしてたんでござるよね。溺れる時にやるでござろう。それでござるよ。さてこの発電機呪われておるでござるけども、この程度大したことないでござる。すんばらしい、ここでボタンすんばらしい、やっぱりねすんばらしい、このね止めをやることによっての修理が格段に早いのでござるよ。似たでござるか、これすごいでござろう。そして今回しなやか、拙者いつもしなやかつけてるんでござるけども、そろそろこの都の2周目に回してね、さらなる殿を目指したいなっていうのあるんでござるけども、ずっとこのパークなんでござるよ。ずっとこのね技能で暮らしておる。おお、さすが、まっさすが、まっさすがデビギン、人の名前ぐらいいいでござる。デビキンという名前でござるから、やつは信子が言っておるの。そこを懐中電灯で照らしてダウンさか懐中電灯で目をくらまして、あの女子を救いたいという措置の願い、拙者も援護したい。ここでキャツの注意を引いてのゴリゴリと攻めていくでござる。うわっ、ちゃん、あー立ってないでござるが、その怪獣ダメでござるか。ものの不要、帽子をかぶったものの不要、刀の代わりに懐中電灯を握ったというわけだな。まあまずいでござる。そろそろ拙者正気を失うでござるよ。まずいぞ、まずい。半分過ぎる前に一回あそこから救いたいでござるけども、入ってみるでござる。これでまるで小学校低学年の時にロッカーお城の中に入ってちょっと気持ちを落ち着かせた時のあの気分になるんでござるよね。半分過ぎる前に行くでござるよ。行けるでござる。危なあの狂気を発する電気、今、おっと行ったでござるか。待てよし、止めるのじゃ、あの信子、この江戸には必要な人物でござる。あの信子はの上に行ったでござるけども、大丈夫でござる。おっと殴られたな、あの金髪美女。
パスキン美女殴られおった。江戸にたまに来るんでござるよね、船でね。海外の方がね、来るんでござるよ。やはり殿の町を見たい、殿の江戸を見たいと。海鹿これは柳生新陰流でも相当上の位に行かないとあれはちょっとこなせない難しさでござったの。修理難易度でござった。拙者肉壁になってやろう。無償殿肉、殿の肉を味わえ。さてここらで一発自分のために使いましょう。この江戸の薬剤師から集めたてんこ盛りの薬草が詰まったこの救急袋。しかし今回のキラーそういえば闇の江戸の闇医者、名前が江戸の闇医者他にないんかい、ありません。毒はね、猛毒の毒と書いて毒田、田んぼの田でね、毒田ですわ。やつはちょっと名字しかわからんの。さてどんどん傷ついておるでござるが、ここの発電機やってしまいたい。見つかったでござる。あの江戸の、上で叫んどるでござる。なんでござるか、あれ山びこ、山に向かって、あーいっていう、あれでござるよね、これ。あれ、わざとあそこでやってるでござるよな、おそらく。わざと闇医者ドクターをね、呼び寄せて。他の仲間から注意を剥がそうという作戦でござるやつめ。なかなか知略に長けた武将よ。女武将として、この江戸にちょっと在留させておいてもよかろうか。ガンガン進めておくでござる。あれ逃げ切ったでござるかな。いや、全然ですぜ。全然ですぜって、急になんかあの、コアッパ感が出始めたでござるけども、拙者はこの、江戸の長でございますから、威厳を保っていかねばならんでござるよ。しかし、これ不安の元凶で、やったら不安になってこれ。やつめ、あれじゃの、発電機に対してめちゃくちゃ、拙者のアドレナリンが、拙者の大興奮が、今大興奮です。拙者大興奮でござる。しかし、ここから特別任務が、言ってくれ、知略にたけた武将、ケイトよ。ケイトというのは、ケイトですよ。ケと糸で、ケイトですよ。知略にたけた武将ケイトがね。No, that!でもここは開けるのが必須でござろう。一番近いとこは開けるのは必須でござろう。これはこれでよし行くでござるよ。さあこれは救わねば、一民が苦しんでおるでござる。一回ここで将棋を取り戻すでござるが、もう我慢ならんでござるよ。将棋を取り、いやこれ時間な、いや信子もここにおったでござるか。ちょっともう行くしかないでござるな、これ。場所は分かられてるでござる。なんだ、お、ちょっと、どこ、どっち逃げたでござる。やってる。殿肉壁行くでござるぞ。よし。窓越しに当たったというのでござろうか。これ。入ると見せかけるでござる。これどうしたもんでござるか。肉壁するしかないでござろう。肉壁してると。
しかし民よ民よ、出会え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 、物の物との出会え、いけれ、い行ってくれ、筋肉なれば、いった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 、よかったのこれ、これよかったの、みんなす将棋を取り戻して出るでござる。しかしあそこで一人とちょっと完全に真空ちょっとダンサーみたいになってるでござるけど、これダンサーみたいになっとって、これなか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 面白いでござるね、これ。あーあーあああこれなんでござろうか、あの町の闇医者ドクターもこっちまで来ないようでござるね。よし出るでござろう。いやー、拙者見事民を救って、この城下町を救ったでござる。そんなわけで最後までご視聴あり、まだ残っとったでござるか。さすが知略に長けた武将ケイトよ。それでは皆さんの良き遊び生活を祈っとるでござる。ベルクラ殿でござりました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知がいくようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。